福岡から参りましたオカリナ系の奏者の和田直子です。今ご紹介がありましたように、2回目ですね、ここのルリコおじさんの前で演奏させていただくのは、本当に今日は良かったです。お天気もよくって、本当に気持ちのいい風が吹いて、こんなにたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。本当に、月瀬の思いという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。今日は皆さんは山口の方が多いんでしょうか。今日は天気ですから、遠くからも、ね、見えてらっしゃる方も、多いんではないかと思います。私も今日はですね、福岡から来てるんですけれども、山口いろいろ散策しました。朝は中原中也記念館に行きまして、いろいろ中也の詩なんかに触れたりしました。そして山口に来て、ウイロウとトウシロウを食べて、美味しいものも食べて温泉にも浸かって、そして、こちらに来ました。であと美術館とね博物館にも行ったんですけど、あいにく今日はお休みでした。残念でしたが、はい、私は大学時代山口で過ごしましたので本当に懐かしく、またこの街を歩かせていただきました。では次の曲は、その昼夜の、詩の中にも、お月様が出てくる詩がいくつかあります。私もその、中原中也の詩のお月様が出てくる詩が大好きなんですけれども、そしてまたピエロも出てくるんですね。次の曲は、月とピエロ、月夜のピエロという曲を聴いていただこうと思います。この曲は、ピエロがですねお月様に恋をして、そして夜な夜な、ピエロの格好をして、お月様にラブコールを送るんです。そしてある夜どうしてももっとお月様に近づきたくなってジャンプ台を作ってお月様に近づこうジャンプってするんですけれども、さあ結果はいかにというそういう、ちょっとポエジーな曲を作りました。聴いてください。月夜のピエロです。